ゴルフ界の雑草ヒロイン、三ヶ島かな。私はお金をかけずにプロになった。三ヶ島かなの勝利の V サインが見られる日も近い。拡大写真。アスリートビューティー、トーク、福岡出身で、プロ2年目の女子ゴルファー、三ヶ島かな、21イコールランテックが躍進中だ。前半戦最後のアースモンダミンカップ6月で2位に食い込み、今季の目標だったシード入りはほぼ確定。後半戦では初優勝の期待がかかる。実力と美しさを兼ね備えた女性選手に迫る好評連載、アスリートビューティートークでは、おっとりした見た目や雰囲気とは裏腹に自ら雑草というヒロインの素顔に迫った。ダッシュ目標のシード権獲得はほぼ決まった三ヶ島。昨年はシードが取れなかったので、とりあえずシードは取りたいと思っていたんですけど、今はこれで喜んでる場合じゃないなって。調子も上がってきているし、まだまだいけるはずです。ダッシュシードでは満足できない三ヶ島。アースダッシュで2位になって、ギャラリーの方から感動をありがとうと声をかけてもらったり、友達から泣きながらテレビを見たと連絡をもらって、感動を与えられる選手にならなきゃと思うようになりました。マイナス何か自分へのご褒美は、三ヶ島トラックマン弾道測定器約200万円を買いました。男子はメーカーの方がツアー会場に持ち込んでいることが多いみたいですけど、女子はそうではないので、自分で持っている選手が結構いるんですよ。ダッシュバッグやアクセサリーではなくて、三ヶ島そういうものももちろん欲しいんですけど、効率的に練習したいと思ったので、一番はトラックマンでしたね。そんな21歳女子がどこにいるんだって感じですけど笑い。ダッシュプロを目指したきっかけは、三ヶ島小学4年でゴルフを始めた時からです。うちは貧乏だったので、遊びや趣味でゴルフをする環境ではなくて、やるからには上を目指すしかなかった。ダッシュ貧乏ということはないのでは。三ヶ島ゴルフをやっているというと、お金持ちだと思われるのはすごく嫌。私はお金をかけずにプロになった数少ない一人、雑草だと思っています。ダッシュお金をかけずにとは、三ヶ島最初に通った練習場では1ヶ月1万円で打ち放題にしてもらっていました。中学に入る頃、近所に新しい練習場ができて、そこは1ヶ月8000円。初めて買ってもらったクラブを何年も使ったし、ゴルフ場に行ったら落ちているティーを全部拾って使っていました。ダッシュ高校時代は三ヶ島キャディーのアルバイトをして、そのお金で試合に行っていました。他の子がバイト代でブランド物の財布を買ったりしているのが悔しくて、プロで稼いで私も買うんだって。ダッシュ今は父直さん素直イコール46がキャディーをしている三ヶ島。高校時代、私は練習があって深夜にトラックに乗っていた父とはすれ違いでほとんど会うことがなかったので、その分一緒にいる感じですね。いつかは独り立ちしなきゃいけないと思ってますけど。マイナス好調の要因は、三ヶ島オフにトレーニングで4キロ体重を増やして安定したスイングができるようになったと思います。
急に体重が増えたんで、春先に膝を痛めてしまって、序盤は成績も出ませんでしたけど、昨年より良くなっているという感覚はありました。それから大阪に拠点ができたのも大きいですね。ダッシュダッシュ大阪とは三ヶ島妹が大阪にいるので関西の試合の後はそこに帰っています。調理師の専門学校に通っていてレストランで食べた料理を真似して作ってくれるので私はお店に行かなくても食べられるんですよ。ダッシュダッシュ今後の目標は三ヶ島あまり先を見てもその手前にある大事なものが見えなくなってしまうので一歩ずつ目の前のことをやっていこうと思います。1メートルのパットが入らないのに10メートルの練習をしたって無駄じゃないですか。岸形三ヶ島は今週、大東建東、イーヘアネットレディス27日開幕、山梨、鳴沢 GC に出場。同大会は今年から4日間大会となり、賞金総額も4000万円増の1億2000万円、優勝賞金2160万円となった。2位に食い込んだアースダッシュダッシュ初日首位に立った昨年の公式戦ワールドレディスサロンパスカップ最終順位は12位など三ヶ島は4日間大会と好相性。先週のセンチュリー21レディスでは13位と好調を維持しており楽しみな一戦となりそうだ。押し三ヶ島かなイコール1996年7月13日生まれ、福岡県出身。本名はかな。父親の影響で10歳からゴルフを始める。2015年夏のプロテストは不合格だったが、同年末の予選会 QT で5位に食い込み、昨年からツアーに参戦。シードは惜しくも逃したが、QT トップで再び出場権を得た。今季は6月にアースダッシュダッシュの2位を含む2度のトップ10入りを果たし、初シードを確実にしている。164センチ、血液型イコールアップ。